山寺です。今ね天満に来てるんですけども、小豆色のマーカスさん立ち飲みですよ。ここはね、立ち飲みかける日本酒と和食って書いてある。うわめっちゃいい名前は。マーカスでもね、なんか洋風なんですけどね、日本酒なんですよね。小豆色のマーカスいいですね。このと道がね何とも言えませんわ。ちょっと今から小豆色の マーカスさん行ってみますね。こちら入っていきます。店内ね、こんな雰囲気ですごいね、いいんですよね。昭和チックな店内ですわ。すごいいいですよ。山寺好みのお店でございますね。はい、はい、今ですね、小豆色のマーカスさん、無事にね、撮影許可いただきました。まずはね、芋焼酎の水割りをいただきたいと思います。いただきます。ありがとうございます。あ、めっちゃ濃い、美味しい。これうまいわ。うん、結構ね、濃いめに作ってくれる焼酎って美味しいですよね。うん、こういうの好きよ。うん、うめい。こちらですね、おじさん作り580円ですね。ちょっとこの柚子かな、ちょっとこれ絞りたいと思います。さーっとね絞っていただきます。これタイかな、タイっぽいね。ちょっとわさびをつけていただきます。すごい新鮮、ギシギシしたタイで美味しい。うん、焼酎に合います、間違いない。うん、やっぱりこういうね、すだちをこう絞って上品に食べるというのはなかなかいいもんですよ。なんかね、想像、見た目ではね、もしかしたらこれ小豆が入ってるんかなと思ってしまうんやけどね、どうなんやろ。これもし小豆が入ったら結構僕は好きやけどね。ちょっといただいてみますね。あ、なんかね、色はね、小豆やけど酒粕がすごい効いてるわ。うん、すごいパンチあります。うん、なんかこれだけでね、これだけで酔いそうっていう感じ。うん、それぐらい酒粕っていう感じしてるけど、でもめちゃくちゃ美味しい、食べやすい。うん、やっぱ小豆ちょっと入ってるのかな、分からんけど、美味しい。お酒が進む。これね、酒粕のこのクリームチーズなかなかパンチあるで、ほんまに食べた時に酒粕が広がってくるね、お口の中に。うん、で、広がったところにまたこの焼酎が美味しいね。やばいね、ここは料理がおしゃれと言いますか、凝っております。うん、こちら、ジーマミ豆腐の彩り野菜カクテルと書いてますね。ジーマミ豆腐っていうのがいいじゃないですか。山で沖縄好きなんでね、沖縄好きやし、ジーマミも好きなんですよね。ちょっといただいてみたいと思います。あ、ジーマミは、うん、うん、美味しい。うん、このジーマミ美味しいわ。で、野菜でしょ、いっぱい、このオクラとかね、
ヤングコーンとかプチトマトとかが入ってね、すごいあのいいヘルシーっていう感じ、うまい。うん、あ、これとお酒進むやわ。お酒進むやつです。これやばいですよ、本当に飲みすぎますよ。うん、うまい、ほんまにうまい。これとこのね、ちょっとオクラ、オクラか、オクラじゃないよ、違うか、オクラか、オクラのところちょっとオクラと一緒に。うん、うまい。なんかこう沖縄をおしゃれに食べるみたいな、ジーマーミーをおしゃれにみたいな、うん、こちらですね、イカとアスパラの酒盗バターですわ。ヤングコーンも、ヤングコーンも入ってますけどね、ちょっとヤングコーンいただきますね。うん、ちょっとね、あの苦味があってうまいわ。これ酒盗かな、うん、この酒盗の味がちょっとしてると思いますわ。うん、あ、これでも酒進むわ。そもそもさ、イカを食べるとさ、なんでそのね、ヤングコーン行くかっていう話よ。イカを行ってみよう、イカ。これ。うん。柔らかいイカよ。うん。うま。うん。またお酒進みますかね、こんなもん。うまい。このね、ジーマミ豆腐のこれ気に入りましたわ。野菜のこれめっちゃ気に入る。うん、うん、沖縄好きにはたまらんメニューですわ。いっぱいもらいますわ。2杯目です、もうすでに。あー、うまい。これね、先ほどのイカとアスパラのね、炒めたやつ、これさすがにイカとアスパラ食べなあかんわ。このイカがね、レアなイカなんですよ。これがまたうまいね。うん、イカのね、なんか柔らかいイカでね、ねっとりさ、食感、うん、うまい。完全にこのお酒が進むやん。酔うてるわもう、山では。あずき色のマーカスさんね、すごくね、おしゃれなお店で、めちゃくちゃ雰囲気がいいですよね。皆さん、天満に来られたら、あずき色のマーカスさん来てみてください。なんかね、料理もね、一つ一つ凝っててね、丁寧に作られてますね。いいですね、これ。うん。もう山寺一番お気に入りは、やっぱりジーマーミ豆腐のこの野菜カクテル添え。うまい。よう考えたやつだ、これ。美味しいわ。うん。なんか、ジーマーミ自体が、ちょっとこう、甘くて、美味しいです、やっぱり。沖縄でいうね、ジーマミ豆腐はジーマミはピーナッツなんですよね。ピーナッツ豆腐なんで、すごいね、甘みがあって、ね、ピーナッツでしょ、元気がもう、山寺、ビームみたいな感じになってきませんからね、もう酔うてますよ。まだ今、昼の1時過ぎだと思いますけどね、酔うとりますわ、もう1時で酔うてるからね。2軒目ですよ、2軒目のお酒で1時過ぎ、ね、酔うとります。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、あずき色のマーカスはね、ちょっと飲んできましたけど、めちゃくちゃ美味しかった。ここはね、すっごいね、おすすめのお店ですわ。本当にね、来てほしいですね、と思いました。いつもですね、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。最高です。マーカス、
小豆色のマークさん、これまたこの道がいいですね、これね。